留学が当たり前だったり、バックパックが当たり前の環境だったので、自分も大丈夫かって思って行ったりしてました。大学時代に高橋君が行った場所、行った地域、行った国とか、ぜひたくさん教えてくれたら嬉しいです。海外でもそんなに行ったことないんですけど、東南アジアバックパックしたのは2、3週間ぐらいで5カ国ぐらいかな。ベトナム行って、そこからカンボジア行って、マレーシア行って、シンガポール行って、フィリピン行ってっていう旅を2、3週間ぐらいバックパックしたのと、あとはこう台湾に行ったり、韓国に行ったり、グアムに行ったりっていうのは旅行でしてました。バックパッカーの時何をしてたんですか？とにかくいろんな土地回って、歩いて旅してましたね。本当に1カ国3日とか、短いと2日とかしか入れなかったので、もう本当に観光地行ったりとか、なんでしょう、戦争の跡地とか博物館とかが、あるので、そこに行ってみたりとか、して、まあ、すごくめっちゃリアルなんで、その爆撃された場所とか、なんかそういう資料館とかって割とそのまま残ってるんで、なんか、衝撃受けて帰ってきて なんかそこで絶望を感じて帰ってきました。ちなみにそのバックパックに行く前ってどんな気持ちでした？ワクワクとか怖いとか不安。なんだろう、めっちゃ怖かったですね。めちゃめちゃ不安でした。不安でしたし、めっちゃ怖かったですし、ルートとかもこれお金損してないのかなとか、なんか大学生なんで なんかもっと安いルートないのかなって考えてましたし、死なないかなみたいな すごい怖かったですね。それってどうやって解消しました？事前の不安とか。事前の不安は怖かったけれども、まあその現地で会おうって言ってくれてる実は友達がいて、大学の友達がたまたま別のタイミングで、どこだっけ、カンボジアかどっかにいて、そこで会おうって約束もしてたり、とか、他に周りもいろいろバックパックしてたり、なんか留学行ったりする子が、まあ国際協力な、そのコースは多かったので、なんかその子たち見てると、あ、自分も大丈夫なのかなって思って、結構周りがその留学が当たり前だったり、バックパック当たり前の環境だったので、なんか自分も大丈夫かって思って行ったりしてました。仲間とか、そういう事例が大事なんですね。そうですね。多分その子たちいなかったら行ってなかったかもしれないですね。